もうちょっとまずはかぶりつかせていただきます。柿絵もやっとスープカレーに。いや本当にメニューわー美味しそう。野菜たっぷりなのいいね。ねえすごい辛さ選べるんだ ね。私は1番にしました。ちょい辛。私は3番にしました。フォーク。見た目は分かんないけどね。うん、美味しい。なんかカレー感があんまりない。出汁が効いてる。出汁が効いてる。こんな違うんや。ブロッコリーうまい。何このブロッコリー。これもうわすごいね。うわチキン。うわチキンめっちゃでかっ。ほろほろ。来ました。はい。三角市場。ホタテから。ホタテうまそう。全然違うね。違う。いや、そら、みんな海鮮食べに北海道来るわ。いや、そうよ。いただきます。はい、ウニをね食べたかったな、ずっと。うまもうご飯がないのよ。そうやねんな、見えへんな、ご飯うまっ、カニうまそう本物カニ前は全部美味しい。贅沢。贅沢やな、うん、食べていこう。ついに来ました。念願のナルト。散歩しすぎてランチタイム過ぎてしまった。いや本当だよ。ちょっと安かったのにな。200円安くなるのよ。だだー若鳥定食。うわほんまや。お前金制なのでこのカードを持ってレジまで行くみたい。あなるほど、うん、ちょっと行ってくんで、うん、ありがとう。すごいよ、これめっちゃでかくない？めっちゃ大きいよ、ほら。しかも量多ね。めっちゃ美味しい。マジか。ジューシー。生姜の風味なんかな、がすごいぶわってきて、うん、ジューシー。まずはまずはかぶりつかせていただきます。わぁ、美味しそう、うん、カリッカリ。そう。もうカリッカリだよ、ね。そうなんや。すごい柔らかくて。ジューシー？ジューシー。なんか噛み応えあるから。そう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 。噛めば噛むほど味が出てくる。ね。リベンジ来ました。はい。もう朝一来たら空いてたな。あよかったよ。よかった。はい。買ってきました。いっぱい買えたね。ね。これがカスタードクリームパン、うん。ポテトサラダ。ポテトサラダ。はい。焼きそばパン。はい、焼きそばパン。フランスクリームパン、うん、ショー。ショー。かな？土曜日限定みたいな。ねえ。ねえ。で、これが薄切りクリームパンかな。わー、美味しそうだね。うわ、すごい。クリームたっぷりですよ。うわー、めっちゃたっぷりだね。美味しそう。行くねえ。パンもっちもち。うん。クリームふわふわ。へえー。で、クリームがすごい甘いわけじゃなくて、うん、ああなるほどなるほど。なんかどちらかといったらなんか少しきな粉の味がする。あそうなんや、うん、ちょっとね大人な。あそうなんや。ポテトサラダ美味しそうね。美味しい。懐かしい味する。パン美味しいし、うん、ポテトサラダも心なしかふわふわ美味しい。
綺麗だね。めっちゃ綺麗な、うん、ちょっとさ滝が流れてる、うん、庭園を眺めながら食べられる、ね、インドカレー他にあるそんなとこね。すごい大きい、ね、すごいよ。ナスとトマトのカレーです、うん、つけて、うわ絶対美味しいやつ。いただきます。濃厚、めっちゃ美味しい。すごい煮込まれた感じ。もうトマトの熟された感じ、たまらん。すごいもんね、トマトの匂いが。めっちゃ美味しい。じゃあキーマつけます。うわキーマめっちゃ美味しそうやな。正解やんな。美味しい、これすごい。なんと合うね。ほんまに大正解やな。食べてよかった。うん、ありがとう、うん、元祖カレーラーメンが有名らしいので、うん、はい、私は元祖カレーラーメンに行きたいと思います。元祖カレーラーメンのお店なので、はい、なんか室蘭にもあんねんな。そうそうそう、でも全然違うらしいよ。うんね、苫小牧系か室蘭系かで、なるほど、味の大王違うらしいです。いただきます。うん、そんな辛いの。いただきます。うん、麺すごい美味しいわ。うん、細すぎず太すぎず、うんうん、しっかりしてそうだね麺。辛いでも美味しいです。はい、じゃあいただきます。はい、あーチーズ美味しそう。チーズ入ってないところ、うんうん、あ結構確かに辛いけど、うん、そんな嫌な辛さじゃなくて、あー分かる分かる、コクがある、ちょっとドロドロしてる感じのカレーだね。美味しい美味しい、味美味しいな。チーズがいいね。わーいいな。しかもちょっと焼いてある。そう思った、焦げ目がまたいいよな。チーズ大好き男からしたら最高やな。最高、まろやかになる。ねえ、そうだろうね。食べやすいと思う。うわ、いいね、この絡み方が。ね、しっかりした麺。うん、ね、美味しい。食べ応えあるよな。めっちゃお腹いっぱいになりそうやんな。うん、結構辛いし、量いくとむせるね。いや、そうやろ、うん、そうなのよ。やば、これはやばい構図。すごくない？すごいな。待てる？これはちょっとえぐいな。うん、そういうことですよ、はい、コーズーの大好きな、すごくない、海鮮が来ました。すごすぎる、すごくない、贅沢すぎる。マルトマトン、はい、3番お会いしよう。1500円、これ、うん、やばいね。やばい、ニヤニヤするもんな、ね、ずっと。めっちゃちょっと、いやー美味しい。エビ行かせていただきます。うん、プルプル痙攣するよな、美味しいもん食べた時って。美味しい、美味しいもうその表情だけで伝わりました。最高ね。でピーマン好きなので、うん、いただきます、はい、あのね、うん、思った以上にピーマン本当におもろ、これ食べたら多分笑うと思う本当に、このいいアクセントになってるピーマンが、なんかさ、よくさ、ご当地ソフトの変わり種ってさ、うん、うまくその変わり種とミルクが融合してる感があるやん、はいはい、融合してないね。ピーマンミルクみたいな感じ、ドドンみたいな感じ。うえーい、すごいね。見てください、これ至高の豚まんと呼ばれております。すごいね、楽しみ、はい、うわーめっちゃ美味しそう。見てこの昆布の量。うん、すごいね。あーすごいいい匂い。いい匂い、すごくない、うん
美味しいやつこれすごい。マジで今まで食べた豚まんの中で一番うまい。嘘、うん、コースがそれ言うんやったらよっぽどやな、うん、いや値段正直高いじゃない、うん、500円したもんね、うんうん、でも大きいけどうまい。マジで、うん、買う価値あり。500円、これ800円でも買う。嘘、うん、それは嘘やんな費用対効果に厳しい男やからなコースいいの、どうぞ。はい、ちょっと食べた方じゃんなんでちょっとあれなせこいことしようとするまずは、まずは周りにお野菜を焼くやん。はい、お肉を、はい、やっぱりタレに漬け込んでるから、うん、すごいタレが美味しい、うん、でもやっぱり食べ進んでいくとちょっとあのラムっぽい感じで独特な匂いはするけど、はいはい、私もいただきます。うん、また全然違うよな。歯ごたえも、ね、もちろん味も、うん、タレがうまいね。いやタレがすごい美味しい、うん、これね合うよねご飯に、うん、ライスランド深川に到着しました、はい、道の駅の名前の通りお米が有名でございまして、うん、中でおにぎり屋さんとかいろいろあるみたいなので、大きい、ね、ペコマのおにぎりぐらいね、カウズは鮭イクラにしました。イクラです。この海苔がね、しなってなってる感じが私好きです。いただきます。美味しい。うわすごいね、米うま。うわ具沢山だね、うん、ちゃんと米が立ってるっていうのが粒が、あそう、うん、よっぽどやな。握り方も上手なんだろうね、うん、ふわっとしてるよね。いいな、美味しい、最高。いいね。タムちゃんの誕生日やからな。はい、ちょっと私の誕生日ということで、はい、はい、ちょっと早いけどな、うん、行かせていただきます。よしよし、コースで行ってきたいと思います。乗せてしまうとくっついてしまうので、ねえ、まあ、めっちゃうまそう。美味しい。すごいですね。めっちゃ美味しい。本当に。来ましたよ、ごし盛り。そんな焼かなくていいよ、もう。ね、さあやってきました車中居酒屋。久しぶりやな。いや久しぶりだよ、このご当地グルメで車中居酒屋、はい、ミニトマトベーコン、トンタロ、皮とつくね、牛さがりと、まあどっちかが鶏でどっちかが豚背肉です、うん、じゃあ乾杯、室蘭に乾杯、室蘭市乾杯乾杯、いただきます。うんまっ、美味しいだろうね。うんふん、いっちゃおうかな自分も。めっちゃ美味しい。言うねん。この玉ねぎのさ、シャキシャキ、いや美味しいね、豚の程よい脂身にこのタレがうまい。タレ美味しい、うん、もったいない、もう全部食べんの、ね、室蘭焼き鳥って間に入ってるのネギじゃなくて玉ねぎじゃない。あーそうやんな、うん、確かにこの玉ねぎ美味しいよね。玉ねぎ美味しい。店がアトラクションみたいな感じになってておもろいよな。はい、ラッキーくん。何にする？でもやっぱり一番のおすすめちゃうん？ね、来ました、いい匂い。チャイニーズチキンバーガーにしました、はい、2人とも。うわ、うまそう。チャイニーズバーガー。じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。
おいしい。おいしい。甘辛だれがやっぱりすごいおいしい。パンがね、柔らかいんだけど、ちゃんと歯ごたえがあって、めちゃくちゃおいしい。おいしい。うん。ピザの味がする。へえ。ほら、これ多分ミートソースかな。あ、なるほど、ミートソースだね。おいしいです。うまそう。イエイ、ゲットしました。すぐ買えたね、よかったよかった、ね、これ皆さんもいっぱい買ってくんだね。ね、うわ、うまそう。ごまにしました、はい、当日食べてください。うんね、もう細かいのがいっぱい入ってない、うん、うわ、すごい、すごい、海苔みたい、うん、そう、全部絶対食べられへんからこんな感じで、うん、うん、美味しい。黒ごまの極み、めっちゃ美味しい。こいつ止まらん。いただきます。うん、美味しい。美味しい。甘辛い感じ、みたらしみたいな、ね、そう、みたらしなんだけど、餅のこの味を潰さない感じで、噛んであんの味が先に来ると思いきや、餅の味が先に来て、うん、あ、そうなんや。噛めば噛むほどタレとは絡んでいく感じ。黒ごまもすごいね、うん、濃厚。これ比率的に醤油の方が多い方が良かったあ北海道来る前から楽しみにしてた、うん、ママの母さん食堂で、私はもう絶対これ、そこの無理やからな、うん、たらこ、うわ、すごいね、これ立派なたらこ、ね、いただきます。じゃあ私はね、もう日本人といったらこれでしょう、はい、おいしそう、贅沢。いただきます。おいしい、すごいおいしい。こんなさ、立派なのが入ってるんですよ。たらこの味めっちゃしっかりしてるわ、うん、シンプルイズベスト。一つ言えるのは、うん、米絶対足りない。間違いない。あ、なんかやってはりそう。一本いただいていいですか？おー、うわ、畑、いい匂い。美味しそう、うわ、いい匂い。そしたら念願の、はい、ゆでとうきび。はい。うわー、でかいね。大きい。いただきます。いいくねー。コーズ、うん、もう一本買おう。マジで。めっちゃ美味しい。やばいわ。なめてた。ほんと、コーンの甘さ、うん、もうコーンの味がめっちゃしっかりしてる。ほんと、もうこれやばい。取れたて、やばい。語彙力いつもないけど、それ以上になくなるぐらいやばい。めっちゃ美味しい。これはもうほんまに戻ってよかった。ほんと。じゃあいただきます。ビビるよ。うん、すっごいうまい。めっちゃ美味しいよな。純粋に素材の甘さがあって、いや、そう、めっちゃ贅沢じゃない。贅沢。贅沢よ。贅沢すぎる。いただきます。はい、どうぞ。すごい。すごい。もう最初言葉になってなかったもんね。こんなにホタテの味がしっかりするホタテ、私初めて食べたから。歯ごたえがね、全然違う。違う。なんかな、お肉みたい、もはや、もうすごい。いや、だってさ、めっちゃ入ってるよ、贅沢すぎるでしょ、うん、贅沢すぎる。パナイだってこの真ん中には肉厚と。いや、ほんまに、これごめんなさい、最後に食べる。でも周りのもすごいもんね、肉厚と。うわ、すごい。やばくない？やっぱね、真ん中は一番最後です。わかる。これは、お肉です。いや、ほんま、うん、ぐらい、全然違うよな。全然違う、本当に、うん、今までのホタテを超えてきたね。うん、本当に。礼文島でのウニはフェリーターミナルの建物に入っているタケちゃんに来ました。はい、
ちゃいました。事件ですね。これ焼肉よりも寿司よりも高いかも。もうこんなウニ、はい、一生食べられへん。食べられないです、うん、これでもう今後ウニを断つことにします。はい、でかいよ。わあすごい、こんな鮮明なウニ初めて見た。粒がちゃんとすごいね。じゃあいただきます。うん、甘っ。全然違う。全然違う。めっちゃ美味しい。 ね、そんなに。ウニじゃないね。ウニじゃない。ウニじゃない。何？ウニを超越した何か。キングオブウニ。ウニ言うてもてるやん。ウニってこんな食べ方したらあかん。チビチビいくやつ。うん、美味しいよ。よかったね、うん、食べれてよかったね、こいつ。よかった、ね、今の時期しか食べられへんもんな。来れてよかった、食べれてよかった、ね、幸せやな。この店に入れてよかった。最高。めっちゃ混んでる。はい、もうずっとうどん食べたかって、うん、嬉しい。はい、じゃあ私もウニせっかくなのでいただこうと思います、はい、いただきます、はい、めっちゃ美味しい。ね、美味しいでしょ。何これ、美味しいね。よかった。ウニって美味しいんだね、うん、美味しいよ。感動。これはあの言う意味が分かった、うん、レモン島のウニ食べてねっていうのが。タコでございます。いや来たね、よかった、入れて。いやちょっと待っててね、よかったね、うん、来ました。なんじゃこれは、ポーズ、はい、鼻の穴膨らみそう。もう膨らんだ。豪快にいっちゃいます、はい。じゃあ行っちゃってください。いいですか。はい。やばい。やばいね。三、四。うわ。うわ。贅沢。タコしゃぶをごまだれで、うん、いただきます。はい。初めてタコしゃぶ。いただきます。うん、またね。お刺身と全然違う感触と味、うん、全然噛み切れる。なんて答えたらいいか分からへんねんけど、タコやねんけどタコじゃないみたい。おいしい、こず。すごいね、甘エビ丼。こんなにたくさんの甘エビ食べるの初めてや、ね、甘エビ大きくない？大きい。普通のエビぐらいあるやん、ね、真ん中、なんやろ、ゴジラエビ？なんか売ってたゴジラエビなのかもしれないね。じゃあお醤油も全部かけちゃいます。あー、うまそう。じゃあ、いただきます。美味しい。美味しい。ちょっと甘エビかって言ってたけど、どう？私の知ってる100円の回転寿司の甘エビではない。絶対違うよ。で、これ何が美味しいかってさ、うん、このね、海苔引いてるって言ってたやんか、うん、この海苔とご飯と甘エビがまためちゃくちゃ合う、うん、じゃあ私も醤油かけちゃうけど、もう何から食べていいか分かんないの、うん、これも。贅沢ですね、これは。ウニいっちゃおうかな。えぇ、ー、いっちゃってください。上に置いてるし、バフンウニ以来の、うん、紫ウニかな。あ、そうなんだ、また違う種類なんだね。おいしい。コウズの好きなウニ。甘い甘い甘い。他何入ってるんだろう。ホッキ貝でしょ。うんうん。ホタテでしょ、うん、これアナゴかな。ほうほう。で、その下にタコ。うわ、タコも入ってんの、うん、で、トビッコ入ってて、うんうん、これゴジラエビ、うんうん、うわ、で、甘エビ、めっちゃ贅沢。サーモン2枚入ってる。うわ、贅沢だね、うん、贅沢よ。美味しそう。美味しそう。やばいね。やばい、これ見てこれ。いやー、そう、プルプル。
でね、まあ、チビとボーいるんでね、テイクアウトにしたんですが、うん、ここのお店、ご飯がなくなるまである合言葉を言うとずっとルーがおかわりできるらしい。すごいね。そう、美味しそう。美味しそう。ちょっと辛め。辛め。でもね、なんか今までにない感じのカレーだわ、こうじ。本当に。チーズが。うわ、チーズ、まあそう、ちょうどいいんじゃない？辛いのチーズが入ってて。ね、マイルドになって、うん、カレーラーメンでな、マナンだから。うん、めっちゃ美味しい、コース。なんかいい感じのスパイシー。ソーセージ、うん、まびっくりした。自家製って書いてあるからね。これはソーセージにして正解だ。よかった。美味しい、最高。うわ、とろっとろ。たまらんな。最高。ね。うん。あ、確かに辛いね。そうやね、結構辛口やんな、うん、あ、確かに今までに食べたことないカレーの美味しさ、ね、ごちそうさまでした。美味しかった。ただもうすっごい汗よ。すっごい汗よ、うん、そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん、ちょっと空から見てみたら。道の駅森と湖の里幌加内に到着しました、はい、ここはね、セイロ温泉ルオントっていう施設があって、この中に温泉とお蕎麦が食べられるレストランとショップが入っています、はい、最悪や。ラーメンやってへん。ちょうどやってないね。まあ、しゃあないな。しゃあない。別のところで食べよう、うん、私は。じゃあ、今度お蕎麦食べてらっしゃい。いい匂いすぎる、最高。いかせていただきます、はい、美味しい、しかない、なんかチーズが主役だね、うん、めっちゃ美味しい、コース。ちょっと食べ比べてみてね。チーズめっちゃ美味しい。カリカリのところ、うわ、絶対うまいと思うよ。うまい。見てこれ、うん、お、うわ、たまらん、うわ、たまらん。いきます、うん、美味しいな、最高。チーズがやっぱり桁違いよな、うん、ちょっとこれ持って帰りたい。赤ワインと一緒に食べたい。あー、いいね、うまい。
濃厚すぎるし、うん、贅沢すぎる。いや、わかる、うん、だってめっちゃチーズ乗ってるもん。こんなたっぷりのチーズある？うん、うん、ダサい。ほんまに北海道来てまでダサいの嫌。美味しいわ。美味しいね。ジンギスカン白樺に来ました。はい、帯広本店です。こんばんは。美味しそう。うわ、じゃあちょっとちっちゃいのからいただきます。はい、いただきます。はい、ポーズ、うん、めっちゃ美味しい。かもしれない。変わるでしょ、ジンギスカンに対しての歯応えとかもすごい好きな歯応え、うん、あ、ほんと、うん、よかったよかった。臭みも全然ない。タレも美味しい、うん、え、めっちゃ美味しいんやけど。よかったね、食べて。うん、うまい。美味しいね、うん、感動や。米うまもう美味しいねまた新しい食が発見できてよかったよ。よかったよ、ほんと。続いてサーロインを焼いております、はい、めっちゃ美味しそう、ね、うわ、うわ、お米よく焼けじゃなくていいんじゃない。ねえ、肉厚すごい ね、 ね、めっちゃ美味しそう。肉厚すごい、すごいね。じゃあ、はい、いかけてもらいます、はい。すごいな、感じ全然違う。ジューシー、いや、柔らかい、うん、お肉がやっぱり美味しい。美味しい。でも、うん、味は確かにこっちの方がすごいしっかりしてて美味しいけど、歯ごたえとか行くと普通のラムの方が私は好き。あ、なるほどね、うん、美味しい。でもよかったよかった。ジンギスカン最高やんよかった。やっと焼肉が食べれる、はい、やっぱりさ、うん、牛下がりと豚ホルモンは絶対、いや絶対食べたい、ね、やんな。ここに調味料があるから焼いて自分の好きな方法で食べるらしいよ。なるほど、うん、タレがめっちゃ美味しそうやった。え、美味しいよね、このタレ、ね、うん。あんま見ないよね、うん、ね。いや、私もタレで。タレすごい美味しかったよ。美味しいだろうね。いただきます。はい、赤身のお肉で脂がないから、うん、すごいしつこくなくて、そうやんな、めっちゃうまい。でも脂ないのにすごいジューシーだね。そうやろ。じゃあ俺も行かせていただきます。お願いします。これは塩で、うん、いただきます。ホルモンだから臭いのイメージするじゃん。いや、わかる。豚ホルモンやつな。臭さないないと言ったら嘘になるけど、嫌な臭さじゃなくて、はいはいはい、ホルモンの美味しいやつやな、うん、美味しい。めっちゃ美味しそう。うわ、すごいね、これ綺麗細か、うん、ちょっと溶けやすいらしいんで、いただきます。はい、美味しい。ほんと甘いんやけど、ちょっと塩味効いてる感じ。あ、お塩入ってんのかな、どうなんだろう。それがさらに引き立ててるんだ。そう、めっちゃ美味しい。滑らか。いや、綺麗だね。これはコーズ、もう一個食べなあかんかも。マジで。結局ソフトクリームおかわり来ました。はい。じゃあ、いただきます。はい。美味しい。さっきと違う？さっきと、あんまり変わらない、うんうんうん、でもやっぱりカラメルかけてるから、はい、なんかその味が追加されますみたいな感じ、うんうんうん、きつめ、うわ、危なちょっと怖いわうん、ちょっと怖いな逃げあれ、普通に店の中入っていかないから。いや、怖いよな。見て、え、大丈夫？今日はノースプレインファームミルクホールさんに来ました。はい、
鳥がいいね。ねえ、すごい美しいよ。うん、うん、あ、チーズのとろけ具合いいね。いいね。いただきます。はい。美味しいだろうね。やっぱりお肉の味がしっかりしてるんやけど、このペッパーとかのスパイス系がすごい絶妙な味加減、うん、でもチーズも美味しいし、さあ濃くてソースもすごい美味しい、トマト も全部がマッチしてるコース。いいね、美味しい。うわ、見てこれ肉汁、うん、やば、うわ美味しそう。肉汁たっぷりだ、うん、うわうまそう。肉肉しい。ちょっとチーズつけずに、うん、そんな濃くなくて、味が、うん、牛肉の味がすごい浸ってる、うんね、うん、見た目すごい肉肉しいけど、うん、そんなゴロゴロしてるわけじゃなくて結構スッて消えていく感じ。美味しいよな。素晴らしい。やばい。思ってる以上にボリューミーで、うん、すごくない、うん、ほら、ホタテ3つ。タルタルうまそう。これは食べ応えあるで。食べてください。いいんですか、はい、いざ、実食。はい、はい、おいしい。ホタテの旨味、うん、甘みが凝縮されてる。でまた衣がまた美味しくて、もうね、美味しい。いいね、食べてよかった、ホタテバーガー。これさ、トマトとレタスがちゃんと入ってるのがありがたいよね。お野菜もたっぷりだから。いただきます。うん。どう？タルタルのソースと、うん、ホタテとレタスとトマト、うん、全部合う。全部合うよな、うん。めっちゃマッチしてるよな。めっちゃうまいわ。ね。うわ、行列だね。うわー、これはちょっとや、大変だね、コース、ね、ちょっと並ぶよ。大きい。大きいね。豚まん、コース。豚まん、げんこつより大きい。ほんまや。天候園の豚まんとか、シューマイとか唐揚げとかも全部ないけど、一個一個手作りらしくて、うん、結構すごい生産量よ。ね。うわ、しっかりしてる生地が。うわ、美味しそう。めっちゃ美味しそう。匂いがすごい。すごい、これはすごいね。ぎっしり。うわ、じゃあいただきます。はい。うん、肉肉しいね。で、生地がすごいしっかりしてるから食べ応えがある。これ240円で結構安いよな。安いよ。これさ、ちょっとスパイシーなところもまた良くて止まんなくなるわ。元祖くま焼き、名物のくま焼きを買おうと思います。うん、はい、からくまにするか。はい、はい、じゃあ買いましょう。結局、はい、2番のヒグマになりました。4番がね、はい、売り切れていたので、うん、はい、豆乳とカスタードやな、はい、うん、子供にも大人気ということで、はい、いい匂い。地元のお豆腐屋さんの豆乳をたっぷりと使った生地って書いてたね。たい焼きのいい匂いがするし、これもうすごいプルンプルン。あ、ほんまや。いただきます。はい、おいしい。おいしい。うん、もうたい焼きみたいな感じなんだけど、うんうん、この豆乳カスタードクリームが程よく甘くて、はいはい、これは本当にお子さん好きだわ。いいね、おいしい。食後のデザートにぴったりやな、うん、じゃあ私も食べよ。ペロッといけるわ。うそ、うん。じゃあこれを1個買いましょう。うん、買いましょう。はい、楽しみ。楽しみや、めっちゃ、ね、美味しそう、コーヒー。うわ、ポテトうまそう。楽しみにしていたハンバーガー。うわうわうわ、絶対美味しい。ポテトサラダも入ってるんだね。え、すごい、すごい。これな、シホロ牛 100% やで、コーズ。うわ、贅沢やん。いや、もう歯ごたえすごいと思うよ。
使ってください。全部いかせて。なんでやねん。半分ごっこです。いただきます。朝から贅沢だ。これね。うん。ソースとかがそんな多く入ってないから、はいはい、素材の味がしっかりと感じることができるんだけど、うん、めっちゃ美味しい。肉って感じ？肉って感じ。本当に肉って感じ。つなぎもそんな使ってないですって感じだから、はいはい、もう肉肉しい。じゃあもうほんまにシホロ牛が味わえるハンバーガーだね。味わえるよ。ポテトもすごい美味しかったもんね。うん、美味しい。この本当ポテトも美味しい。食べたい。美味しい。食べたい。食べてください。はい。いただきます。はい、うーん。美味しい。美味しいよね。めっちゃ美味しい。本当にソースが少ないから、肉肉しいんやけど、うん、そこまで重たくないよね、うん。むしろヘルシーぐらいな感じに。す、う、べ、ん、てが引き立て合ってるよね。うん。いただきまーす。玉ねぎスープ。ね。美味しいね。うん。深いわ。これカレー。どうぞ。いただきまーす。うん。美味しそう。ハイスすごい。本当にこだわってる感がすごい。こだわってる。コクがなくて、うんうん、あっさりして、なんかスパイスが生かされてるっていう感じ。でちょっと豚丼いきます。うん。おネギが美味しそう。うん。うんうん。美味しそう。うん。柔らかい。柔らかい。で、タレがうまい。わ、いいね。うん、ビフォログだよな、確か。うわ、美味しそう。うん。めっちゃ美味しそう。ねえ、お腹すいたわ。じゃあ、スープから。はい。はい、いただきます、はい、めっちゃいいスープ、うん、いただきます。反射してるよ。すごいこれ。美味しい。一口目スープ口に入れるやん、うん、スッて入ってくるんやけど、喉の奥に流れ込むにつれてすっごい旨味がジュワって広がる感じ。二度楽しめる、はい、麺もまたこれ。いただきます。麺はすごい柔らかめ、うんうん、なんかコシとかいうよりかは、なんだろうね、こんにゃく麺みたいなイメージ。すごい美味しい。スープに合う。ね、美味しそう。うん、じゃあ私ちょっと餃子いただきます。うん、ここはね餃子が有名だからね。うん、うわ、うん。美味しそう、めっちゃ。溢れる肉汁。溢れんばかりの肉汁。うん、野菜テカテカ。めっちゃ美味しそう。ね、じゃあ久しぶりの札幌以来のスープカレー、はい、いただきます。美味しい。美味しい。おすすめいただけるので。あ、本当に。わかりました。濃厚。おそらくね、すごい玉ねぎ使ってんじゃないかな。うんうん、玉ねぎの甘みがチーズに広がる。こっちが北見近いからね。なるほど。美味しい玉ねぎ使ってんのかもしれない。念願のオホーツク流氷ソフトクリームです、はい、めっちゃ美味しそう。塩キャラメルでこの青いキラキラがお塩なんだって。すごいね。すごい。ちょっとさっき食べていい？はい、いただきます。おいしい。これはね、すごいわ。構図本当にキャラメル、生キャラメル食べてるみたい、で、いい塩梅で塩が効いてて最高、甘辛って感じで、めっちゃ美味しい。女子受け最高やと思う。本当にめっちゃ美味しい。いいな、食べたいな。
しそうね。うん、なんかこの豚どんな、うん、知床シャリブランドに認定されてる豚なんだって。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。美味しそう。どうぞ。匂いが。いただきます。鯛が濃すぎひんから、うん、お肉の味がしっかり味わえるし、重たくないかも。で、薄すぎず、うんうん、分厚すぎずやから食べやすい。脂も多すぎず。あ、そうだね。いい感じだね。ペロッといけちゃう。うわ、いいね。豚丼食べれると思ってなかったから嬉しい。来ました。贅沢ですね、コウズーさん。ねえ、時知らずっていう鮭の丼。いくらがすごいね。うん、贅沢ですよ。贅沢や。うわうわ、美味しそう。うん、美味しい。甘い。甘いんや、うん、やっぱ違う、普通の鮭と。違う。イクラの粒がしっかりしてる。あ、そうなんや。プチってする、うん、いいな。全然臭くなくて。あ、そうなんや。ちょうどいい塩味。あー、なるほどね。美味しい。よかったね、うん。根室はね、エスカロップっていうご当地グルメがあるみたいで、うん、はい、それを食べに来ました。はい、サラダがまたいいね。ね。うん、うん、おいしい。ホクホク。ご飯めっちゃおいしい。おいしい。バターライス。ああ、そうなんだ。うん、タケノコ？タケノコかな。ああ。あ、これにして正解だ。あ、本当に、うん。いただきます。豪快に行くね、いいね。うん。うん。美味しいよな、サクサクやし。ライスめっちゃ美味しくない？ライスめっちゃ美味しい。ライスめっちゃ美味しいよな。もう感動するわ、このライス。このライスめっちゃ美味しいよな。これは本当に、このカツとライスを一緒に食べて完成する料理ですね。わかる。うん、めっちゃ美味しい。美味しいよな。いい席だね。ね。さてさて、さすが厚岸の道の駅、はい、牡蠣パラダイスですよ。じゃあ先にいただきます。はい、美味しそう。ね、美味しそう。思ってたより小ぶりなんだね。うん、ね。じゃあ。はい。タルタルつけて。あ、タルタルうまそう。美味しそうやな。いただきます。あ、うまい。うん、すごい美味しいわ。やっぱり前生牡蠣ちょっと食べたけど、牡蠣フライの方が好き。うん、美味しい。もったいない食べるの。じゃあいただきます。すごいね。このね、牡蠣ステーキ丼、真ん中のイクラがまたいいね。いいね。うん、山わさびも乗って。いやー、めっちゃ美味しそう。かきステーキなんかあるんだね。ね。いただきます。美味しそう。うわ。すごいプルンプルン。美味しそう。ミルキーで、ね、結構噛み応えあるよね。そうそうそう、うん、しっかりしてるよな。ね、ステーキだからちょっとスパイシーな感じで。あ、そうなんや。ちゃんと味付けも。へえ。いろんなかきが楽しめるからいいや。ね。大きいね。こっちの方が大きかったかも。すごいね。いいね。いただきます。はい。ミルキー。うん。美味しい。美味しい。うん。牡蠣の美味しさに気づいた。美味しい、コーズ。よかった。見に来ましたよ、生牡蠣。牡蠣エモン。すごいね。うん、牡蠣エモンと牡蠣に合うお酒。こういうのがあるんだね。ね。これはコーズだけです。はい。レモンかけて。はい。うわ、美味しそう。うわ、うわ。もうこれ一口でいかせていただきます。そうだね。うわ、たまらん。じゃあいただきます。どうでしょうか。甘い。甘いんや。もう酔ってる？
合うね。あ、そう。やっぱ辛口だからこの甘い牡蠣に。はいはいはい、なるほどね。インディアンがいる。バカにしてるやろ。してへんわ。じゃあ行きましょう。行きましょう。いただきます。美味しそう。めっちゃ美味しいよ。美味しいね。これはハマるね。うんうん。ホットオイルめっちゃ辛いわ。でも美味しい。嘘。味壊せなかった？うん。いいね、これ福神漬けもそうだけどさ。うん、きゅうりと大根の漬物なのかな。うん、ね、あとガリも合うわ。あ、そうなんだ。美味しい。食べ放題っていうのもいいよな。うん。次に私たちが向かう先は、はい、サンタのヒゲです。はい。たどり着きました。たどり着いた。ね、扉開けたらたどり着きました。うん、どこでもドアあるって便利だね。ほんまに便利。なのでここでメロンのサフトね、はい、行っときたいと思います。はい。うわすごいね。すごい。うわ。ザメロンとザソフトクリーム。じゃあいただきます。うん、メロン、まずメロンだけ。そうだね。いただきます。美味しい。甘い。いいやつ。うん、いいやつ。これ多分ねカムちゃんも絶対食べられると思う。本当に？うん。これで950円も結構高いからね。ね、すごいよね。贅沢スイーツでございます。じゃあせっかくなので。はい。はい、いただこうと思います。いただきます。メロン美味しいかも。美味しいでしょ。うん、私人生で初めてメロン美味しいと思った。ほんと？うん、うん、美味しい。プラのメロン、うん、食べてよかったね。本当にやっぱ違うんだね、うん、ものによって。